チェケラと思えて14です。今回はクイーンウォーカーズカップの小町からやっていきたいと思います。昨日ね、配信させていただいたんですが、各クランのね、代表者1名ずつとクイーンウォーカーズ4名の合計10のね、20人で10対10の対戦をやっていきました。かなり忙しい対戦だったのでね、どんどんアタックみんな見れたと思いますが、まだ見れてない方もね、たくさんいると思います。今回はね、小町だったので、結構ネタ編成も OK だよ、みたいな感じでね、やってたので、まあ、普段のね、ガチ編成じゃない方々もたくさんいました。まあ、そんな中ね、生まれたすごい前回たちを今回紹介していこうかなと思います。ちょっとリプレイ紹介する前にね、クイーンウォーカーズカップの宣伝させてください。本日21時から左側はぐれメタル、ベースクレイジー、ギアブレイズ JP から GS が22時から23時からこいちスポーツ猫フン、24時からゼロファミリーから KOK という形になっております。そして22日が右側サイドになって、アブソリュートゼロ VS アナサー GB2 と同じように右側が4試合連続で行われます。ラウンド1ですね。ぜひ皆さん遊びに来てください。というわけで早速本編やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。まあ、ショーマッチ系のね、変なネタ編成といえばこいつでしょう。クラウスのアタックから見ていきましょう。クイヒーババーチャーというわけでね、スニゴ分を14体。これがね、すごいね。編成の奇抜さで言ったらダントツで一番だったかな。すごいね。さあ、まずはクイヒーをスタートしていくんですが、テスラモリとちょっとオーデンゾーとね、ヘアスイも絡んで、アーチャーターは狙ってたと思うんですけど、壊せません。追加でホグを出していきますが、ここはバネトラップに引っかかり、サイドカットうまいことできません。そして逆サイドは豪華なババーチャサイドカットを行っていってます。合計15枠かな。さあ、インビジブルをかけていくことで、クイヒーの逆走を防いでいく。アチャタ切ればね、きっちりサイドをこっち側回っていこうと思ってたようなルートだったと思うんですけど、少し崩されていって。さあ、フォーミングチェックのバルーンから突撃艦を投石機のところへ落としていくと、クイヒーでは手が届かないところにね、突撃艦を投げ込んでいって、クイヒーを真ん中の通路を歩かせていこうというプランニングになってますね。さあ、クイーンとマルチ IT 被るところギリギリなんですが、ここはクロックを使わされ危なかったですね、かなり。さあ、トルネードに引っかかっていきつつ、援軍と当たっていくと。さあ、その隙にウォールブレーカーで穴開けをしつつ、キング、陸王殿を進めていきます。ここでね、クイヒーの方にね、レイジを打っていれば問題なかったと思うんですが、ウォーデン像とロケットバルーンの落下ダメージが入っていって、ここでクイヒーが落ちてしまうと。さあ、その隙にババアちゃんもなぜか、まあちょろっとサイドカット行われておりますね。さあ、そしてスニゴブでタンホールを取っていくようなスタイル。さあ、すげえ量のババアちゃんが一気にバッと出てきました。サイドカットを行いつつ、まだこれはロイヤルチャンピオンにヒーラーがついていくような形になったので、まあ、クイヒーからスイッチしたね、このロイヒーを生かしていかなければいけません。ここでギリギリで、キングの HP も見て、ここでトーム、ホーミングもありましたからね、ヒーラーを援護しつつ、キングが落ちないギリギリでのトーム。そしてその隙にタンホールをスニークゴブリンで落としていきます。これ、クイヒー落ちた段階で、この編成ってリカバリーの概念あるの?みたいな感じなんですけど、すごいっすよね。さあ、ただね、クイヒーが落ちたおかげと言っちゃなんですが、呪文自体はたくさんありますからね。さあ、フリーズをかけていって、ロイヤルチャンピオンのところ、ロイヒーかけていきつつ、ストライカーも追加で出して届いていって、マルチインフェルの盛り切り。さあ、レイジヒーラーで一気にロイヤルチャンピオンを回復させていきつつ、ここはフリーズでシングルインフェルの突破していきつつ、もう一枚フリーズがあると。時間も結構ね、ギリギリのアタックだったんですけど、しっかりサイド、残った、スニークゴブリオン、クランジュの方に刺していって、逆サイドはババーチャで回収しつつ、裏から迫撃を潰しに行くんですが、ウィズ島もかかるところ、ここはフリーズきっちりババーチャまで延命するような形。ちょっとバーバリアンは死んじゃいましたね。さあ、ただロイヤルチャンピオンの方で迫撃のタゲを取り切ったので、ババーチャ回収ということでね。これすごいね。クイヒーをね、落としてしまった段階でかなりきつい展開だったし、プランが崩れてたんですけど、これをリカバリーで取り切るっていうのはなんだそれって話ですね。ガーサス。さあ、続けてガク、クイヒーのスーパーバーバリアンというわけでね。これもすごかったね。ガクはね、特にすごかったのが、攻撃がめちゃめちゃ早かったんですよね。かなり早い段階で突っ込んできたにもかかわらず、クイヒースーパーバーバリアンとかいうね、クレイジーな編成で突っ込んでたわけで、さすがでしたね。さすがクだったな、これは。しかもめちゃめちゃクオリティが高い。今回のアタックで言うと、クラウスはね、編成の奇抜さで言うと一番すごいアタックだったかなと思うんですけど、今回のガクのアタックは、前回のクオリティで言うと一番高かったかなと正直思いましたね。もうすべてがパーフェクトでしたね。
めちゃくちゃうまかった。さっす、スーパーバーバリアン。普段言わないから、スーパーバーバリアンの口ができてないからね、ちょっと。つっかいかけましたが。さあ、スーパーバーバリアンで、この辺、アーチャーターンまで切れたので、対空の防衛施設がなくなったというところで、ここからベビードラゴンのサイドカットに切り替えていく。この辺の目線もいいですよね。しっかり見極めていって、迫撃を壊していきつつ、ホーミングチェックのバルーン。さらにここストライカーも添えてクイーンと当たるところ完璧なタイミングですね。クロス2機とクイーンと投石かぶるところだったんですけど、ストライカー添えたことで全く問題なく進んでいきつつ、上から今回 HP が新たに増殖しました。バスター採用ですね。そしてウォールブレーカーを投石の方まで見ているような穴開けをかけていきます。さあ、そしてこれホーミングチェックのバルーンもきっちりめちゃめちゃ奥まで通りましたね。さあ、ベビードラゴンもサイドカットを終えてパピー処理に参加してくださっております。さあ、ちょっとここは火力がさすがに高すぎたのでクロークを使わされていきますが、さあ、アイゴレキングでロイヤルチャンピオンを見ていきつつ、ちょっとそれてしまいましたが、ここでバスターがマルチインフェルノの方へ。これまだ行こうと思えば全然行きますからね。 HP500 の上昇は結構でかいですね。さあ、ドラゴンライダー出てきたようなタイミング、ここでトームはまだ残ってるんですが、なかなか難しいか。さあ、ここでトーム、そしてなんか手持ちにね、スーパーバリバリアン30体いるんですよね、手持ちにこれ普段の対戦だったら食い火何やっても、この後何やっても全開ですよね。こんなん何のユニット残っててもほぼほぼ全開なんでね、もうこのスーパーバーバリアンである必要がないというか、なんめちゃめちゃ無駄というか、なんだろうね、すごいねこれ。まあ圧倒的、もう食い火だけでゴリ押してった、ゴリ押してったっていうか、もうルート作りがね、食い火と陸王伝でも完結するぐらいの圧倒的全開でしたね。綺麗ガーサス。さあ、そしてクイーンウォーカーズから3人目、星さんですね。まあ、合計で全開が6本あったんですけど、そのうちの3本がクイーンウォーカーズからネタにしてっていうところでね、やっぱ彼らのクオリティは高いですね。まあ、ちょっと比べてみると露骨にやっぱ分かりますね。さあ、ゴレボーラーロケバルみたいな感じですね。ちょっとさっき、後でね、チャットログを見返したら、ちょっと突撃感出てないなってライブ配信の時も言ってたんですけど、出し忘れたみたいです。さあ、まずはクイーン短期でサイドカットを行っていきつつ、このクランチョクロスの部屋からね、一気にバーって進めていくわけなんですけど、ゴーレムでしっかりターゲット取り、完璧ですね、タイミング。さあ、ボーラーサイドカット、これもうまいですね。エリクサータンク越しのアーチャータワー。このボーラーチェインとかも見て、ボーラーの採用になったかもしれないですね。サイドカットがすごい綺麗に入るので。さあ、ここ、援軍処理をしていきつつ、ギリギリのタイミングでレイジをかけて、トームをかけていきたいんですけど、本来ならここでね、バルーンとか突撃艦まで添えて、トームをバックコーンで、中心部ね、進めていきたいんですけど、ちょっとこのパートを忘れてしまったようですね。さらに少し、全、キングがね、入り込みすぎて、ウォーデンのトームのタイミングも失ってしまったので、まあ、ボーラーにはかかるトームにはなったんですが、さあ、ここから、スケルトンでシングルインフェルノのタゲを取りつつ、遅れてここで突撃艦を投げざるを得ないというところ、ちょっと罠あったら怖いタイミングだったんですけどね、これは、トームがないので。さあ、クロークを使っていきつつ、中心にあるのは赤爆弾のみだったので、狙ってた区画まで届いていきます。さあ、きっちり突ウィズを刺していって、タウンホールを射抜いていきつつ、残りをロケットバルーンで回収していく形になりますね。さあ、ここ中心のクイーンの方ね、トツウィズではなく中心のウォーデンとクイーンの方にインビジブルを使ってって伸ばしつつ、ロケットバルーンきっちり差し込みましたね。ここもうまいよね。3体のバルーンで、ロケバルでね、アーチャーターを壊しきることで一気に投石機の真下に潜り込んで、対空のね、空に対する防衛施設がない12次区画を突破していったと。この辺ももともと見てたところだと思いますね。ここ、空、アーチャーター潰せば効かなくねっていうところだったり、まあ、投石機の下にね、潜り込むような形で、サラスとドヤフリーズとバルーンで囲い込んで終了と。ガーサス。さあ、チーム忍者からカズマさん、クイヒーラバルですね。めちゃめちゃうまかった、これも。コメント欄でもね、うわ、さすがうめえわ、みたいな感じでね、湧いてたアタックですが。
さヤンキー突をまずは。あんまないからね。あったら積むけど。結構レジェンドリーグでもこういう突投げてるのはよく言いますが。さあまずは援軍を釣るような突イエティをしていきつつルート整備を行っていきます。この中心のこの通路に入れていくのめちゃめちゃクイヒールドとして強いですよね。さあしっかりここも HP 落ちかけてたんですがクロスボウだけのタゲというところを見てしっかりここはレイジも打たず冷静でしたね。レイジ打ちたくなるようなタイミングだったんですけどね。突イエティもしてる分無駄なレイジは使わないっていうのは結構クイヒーにおいて大事ですからね。さあさらにホーミングチェックいい角度で投げていってここでレイジキングでサイドカットも行っていきつつ完璧ですね。さあウォールブレイカーでキングとキング当たるところでストライカー出しつつサイドカットも行ってイーグル砲の方へキングを誘導してきてこのガーゴイルは多分赤枠だと思うんですよね。ヒーラーチェック。まあ一応バルーン取った道ではあったんですけど。アピー処理のね、ガーゴイルで赤枠解除とか結構タンホール周りは絶対やった方がいいなって。結構、スタドラとかにはよく言う、あれなんですけど。ただ中心部まで食い火が突き進んでいって、タウン周り、ここからラバルを開始していくと、もうクイヒーパートでぶち抜きましたね、中心部。さあ、タウンホールが 50% を超えて、ここで起動していくので、しっかりトーム回せつつ、ストライカーを添えてクイーン処理も見ていくんですが、クイーンの方で先に処理ができそうですね。クイーンクロークで処理をしていって、さあ、残ったマルチ IT へ、ロイヤルチャンピオンが登場と。さあ、残り呪文はたくさんあるんですが、余裕の展開ですね。さあ囲い込むようにバルーンを出していってバルーンはどんどん落ちていくんですが呪文は使いませんということでこれは残してもいけるという判断ですかね。さあ裏からウィザードとウォールブレイカーで大砲を壊していって残った呪文とロイヤルチャンピオンブーメラン放っていってドヤ呪文とこれで全開ガーソスうまいっすね。さあアブソリュートゼロからカリインドラスケルトンですね。すごいなクイーンウォーカーズの全開かクイーンウォーカーズが全開取られてるかみたいなうちのメンバー全開に絡みすぎている防衛でも全開取られてますね。さあ一気の展開早いね。この展開の速さがねラッシュ系だと大事だよね。インドラとドラゴンライダー一応ドラゴンライダー弱体化入ってましたからね。そしてこのルート結構対策されてそうな感じでしたね。トルネードも置かれつつ、ただホーミングがなかったので突撃感自体は取っていって。援軍に対してもポイズンとフリーズかかってるのうまいですね、タイミング。さあかなりの量のインドラとドラゴンライダーが中心部、ここヒールがぶっ刺さっていくと。ただクラウスも結構ね、ドラゴン意識してるような感じで、トームが終わった後のドラゴンを狙い撃ちするようなホーミングが続々と、この辺ね、きっちり。刺さっていってルートは結構読んでた気がしますね。ドラゴンのただそれでも押し切っていったと。さあ HP が落ちたドラゴンライダーなんでしょうですがどうでしょうかね。さあスケルトンでしっかりターゲットを取っていって、まあ、HP が落ちたところでねスケルトンとかフリーズでターゲットをかわしていくようなこの戦術なので逆になんだろうドラドラみたいなバルーンとレイジとフリーズで押していくような形になると、まあ、若干影響するかもしれませんがそもそも攻撃を食らわないスケルトンとフリーズとヒールっていうところだとインドラスケルトンの方はまあうまいプランきっちり刺さってるプランならそんなに影響は受けない気がしますけどね。終盤結構きつくなった時とか自利品になった時に落ち始めるとは思うんですけど刺さる配置に対してやれば全然今まで通り戦えると思いますね。まあ、ただね、これもかなりうまく決まった方だと思うんですけど、ドラゴンライダーとインフェルノドラゴンは1体ずつしか残らない。ただヒーローが全残りといったことでね。ヒーローが潰せないのがこのドラ系の戦術なんで、うん、強いですね。さあ本日ラストアタックやっていきましょう。ニャロメというわけで GS からニャロメですね。ファーストアタックでした、この対戦。ちょっとね、今日はかなり、開幕からね、1時間の対戦だったんですけど残り時間55分からのスタートアタックスタートということでね
開幕して5分しかプランを練る時間がなかったニャロメのアタックになっております。ファーストアタックがかなり忙しかったと思うんですけど、超開幕でね突っ込んでくれました。グイヒホグ、さあかなりいいルート作りができてますね。これボムタワーまで狙いに行ったのか。このバルーンめちゃくちゃ強かったですね。結果的に伸びたって形だと思うんですけど、さあ突撃化をねボムタワーの上の方をバルーン通したんでそっちから投げていくと思ったんですけど、ここはドラゴンライダーにねレイジをかけることで対地クロスまで降り切っていくと。これレイジかけたらなね降り切らなきゃ意味ないんですけど、きっちり降り切りましたね。タウンホールとクロスを降りたいからこそのその角度でのレイジというところで、さあウォールブレーカーもレイジにしっかり乗せていきましたね。そしてここ大砲カット、膨らまないようにこの大砲カットすることでクイーンをね内側に進めていきたいという流れですね。うまい。対空砲からのヒーラー横打ちもないしクイーンが広がることがないのでマルチ IT イーグル砲、このクイーンヒルとめちゃくちゃ強いよね。クイーンとマルチ、マルチ投石イーグルロイヤルチャンピオンまで勝利できるというところで、クイーンヒーからするとめちゃくちゃ強い区画になっているんですけど、さあホグパートスタートしていきました。テスラマリー、ロイヤルチャンピオンは角度変えてスタート。さあヒールは1枚なのでね、まずはヒールを使っていきつつ、クイヒーの方はねここまで来るとホーミングがめちゃめちゃ当たるような設計にはなってたんですけど、ここまで来たら十分な仕事量をすでにこなしているというところで、さあクロークでしっかりとお席機まで降り切って、まだグランドウォーデンのトームが残っているという状況。さあ最終区画はまあ重めの防衛施設もそんなないんでね、トーム使って終了と。うまいですねこれをね、開幕5分できっちり全開取り切るところまで、すごいうまい。まあ、突撃艦のねドラゴンライダーバルーンとか普段からそういうことを考えてる人だったりじゃないとなかなか出ない発想ですよね。クイヒーなんでね今回ドラゴン系でこういう凸は当然なんですけど、クイヒーでこういう凸ってなかなか珍しいんでね、応用の効いたアタックかなと思います。ガーサス。はい、というわけで今回はね全てのアタック6アタック、6全開ですね、ごめんなさい、全開になった6全開を全て紹介していきましたが、どれもクオリティとして高いアタックでしたね。またね全開になってないアタックでもね惜しいアタックたくさんあって、 99% のアタックだけでも3つぐらいあった気がしますね。3つありますね。3つあって 98%、97% もたくさんあって、すごいね、面白い編成でアタックだったり、惜しいアタックだったり、盛り上がったアタックたくさんあるんでね、まだ見てない方はぜひアーカイブで見ていただけると嬉しいです。ぜひ今日から始まるね、クイーンウォーカーズカップ。シーズン1の時と同じようにね、各対戦でスコア予想をプレゼントキャンペーンもやります。例えば初戦ハグレ対クレイジーギアなんですけど、まあ、12対12でハグレ勝ちますみたいなやって、本当に12対12でハグレが勝った時に、まあ、当選者の中から抽選でねクラクラグッズプレゼントというわけで、そんな感じでやっていきたいと思います。まあ、序盤はねまだ出さないんですけど、決勝戦の時とかにねゴールドパスのプレゼントとかもねできるようなので、ぜひその辺のねプレゼントキャンペーン等々も参加に来ていただけると嬉しいです。というわけで今回はこんな感じで終わると思います。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。次の動画でしましょう。さよなら。